てんの？これは見ないよね。これは見ないよ。さあこれは76のミリ波ですね。はい、30キロ。はい、警報。どうでしょう。うん、ブレーキアシストは立ち上がってる感じがあるんだけど、はい、ブレーキ効かないね。あんまりもっとこうガーンっていうバイト感が欲しいんだけど、やっぱりベースとなるもうブレーキ性能、効くブレーキっていうのはもうちょっとやった方がいいかもわかんないね。はい、3回目はまたブレーキ踏まずに行きますね。はい、ミリ波で前方の車、金属ですからミリ波レーダーでよく見ることができます。はい、行きます。はい、ブレーキ踏みませんよ。踏みません。おお、つい声が出ちゃいます。はい、マツダのアテンザですけども、ミリ波レーダーとカメラを組み合わせてますけども、基本的にはまあ前方の、金属の車車両をミリ波で、認識して、非常に精度が高く、警報装置とブレーキアシストと、まあ、被害低減ブレーキが確実に作動しましたけども、ちょっとブレーキの効きそのものが甘いなって感じがしたんですね。ですからやっぱりこういうシステムは、まあ、システムがあってもなくても、まあ、車の基本となるブレーキ性能はもう少し、効くブレーキそのものを開発しておいた方がいいのかなという気がしました。いずれにしても前方認識のセンサーと警報と、まあ、その辺の一連の動きは100発100中でしたので、まあ、信頼性のおける、まあ、いいシステムだなという感じはありますね。